指定名称、立金造岩名三忠本は、本は三忠が、おさふね三忠作と極めた立刀を、ま上げた内刀で、徳川将軍家に伝来した、東京国立博物館像、重要文化財。三忠、または、おさふね三忠は、鎌倉時代中期の備前国の投稿。日本刀の主要産地の一つである、備前国において、中世を通じて栄えた、 おさふね派の実質的な祖であり、小備前派に見られる子にえづいた小乱れの作から、華やかな乱れ人を焼いた豪壮な作刀まで作業が広い。美戦国は古来刀剣の産地として名高く、現在の岡山県南部にあたる吉井川流域では、おさふね派、旗田派、福岡一文字、吉岡はじめ文字、吉井派などの刀工群が、鎌倉時代、室町時代を中心に活動した。 おさふね派は、現在の岡山県瀬戸内市おさふね町に居住した一派で、多くの著名投稿を排出し、三つただは一派の実質的な素とされる。三つただの生没年は不明であるが、古今名人には法事、県庁年間頃の人とする。旧暇物に、備前国おさふね三つただと、名したたちがあり、おさふねに住したことが明らかである。織田信長は、華やかな三つただの作を、 特にこのみ、二十数振りを集めた。中でも、三好実球が戦死時に帯びていた実球三忠に執着し、集めた三忠の中から実球と交流のあった堺の商人に鑑定させ、大いに愛憎したと伝わる。なお、実球三忠は本能寺の変で消失した。現存作刀は、比較的少なく三十振り前後しか現存しない。 三つ忠二次名の太刀と元来長寸の太刀であったものを後世まあげて刀にしたものとがある。罪名の太刀も後世にまあげて寸法を縮めたものが多い。罪名品よりも無名極め者の方により華やかな作が見られる。なお、古備前派にも同名の刀工が存在するが、おさふね三つ忠とは別人とみなされている。金蔵元名とは後世本阿弥家が入れた。 鑑定名であり、投稿本人が切った名ではない。文化庁による所在確認調査の結果、所在不明とされた物件については、所在不明とした。佐野美術館に三つただ名の太刀があるが、同館ではこれを、おさふね三つただとは別人の作としており、日本刀研究家の本間淳二も、名ぶりや作風の相違から、おさふね三つただとは別人としている。 本件は一時期所在不明とされていたが、2020年3月23日の文化庁の発表によると、古美術業者からの情報により、所在が確認されたという。ただし、所在と道府県、所有形態等については公表されていないため、不明である。参照、盗難を含む所在不明に関する情報提供について取り戻そう。 みんなの文化財文化審議会の答申について、文化庁2020年3月23日閲覧、国指定文化財の所在確認の現況について、国指定文化財の所在確認の現況について、ありがとうございます。